日曜日限定の青空市に今日は行きたいなと思います。で、今日はそこがメインと思いきや、実はメキシコシティでルチャリブレを見ようとしたんですが、コロナ禍のパンデミックの影響で、臨時休業していて、プロレス見ることできなかったんですよね。もう私、下調べがいつも甘いんで、ルチャリブレを見るために、このマスクを買って前日に。明日はルチャリブレを見に行くんですけれども、さすがにね、マスクを買っても、いつ被るのっていうのあるじゃないですか。でも、見てくださいこれを。ルチャリブレのマスクですよ。マスク違いね。これも最高でしょ。で、これが50ペソ。これはちょっとぜひ買いたいなと思いますけど、ルチャリブレマスク買いましたよ。これをつけてルチャリブレに行きましょう。で、当日になってやってないことを知ったんですよ。で、もう非常に残念だったんですけども、なんと全く期待していなかったこのオアハカでルチャリブレが見られると。しかも先月ぐらいに始まったのかな、リオープンというか。で、そんなに頻繁に行われるわけじゃないんですけど、たまたま街角を歩いてたらルチャリブレのポスターがあったんですよ。私、それを見たら日付が今日だったんですよ。なんと滞在中に月に一度ぐらいしかないルチャリブレが見られるということで、このマスクお蔵入りしそうでしたが、これをつけて、私今晩ルチャリブレを見たいと思います。イエスこれはね、めちゃくちゃ嬉しいですね。まあ、メキシコの伝統競技、伝統スポーツでもありますし、これはスペインとか侵略者からの圧政に対して、メキシコ人が、なんて言うんでしょうね、そういった悪を打ち負かすという、こう、深いディープなメンタリティ的なところ、これはメキシカンのディープなメンタリティにも直結している。ただのエンターテイメントではないんですね。ということで、今日は青空市に行って、そしてルチャリブレを見たいと思います。うっ、いやー、めちゃくちゃ楽しみや。タクシーがあると思ってたんですけど、全くそういう雰囲気はなく、普通に個人でタクシーを拾う場所ですね、ここは。どうしような。ここはオアハカでも結構、なんて言うんだろう、ローカル色が強いですね。私の解釈ではメルカドを通り抜けたらあるよみたいな、そういうおじさんのアドバイスだと思ってメルカドに入ったら、完全に迷宮ですね。めちゃくちゃ広いから、もうなんか出口が見えないという、そういうメルカドです。なんと私のイメージでは
オアハカの外れからバスに乗ってもしくは乗り合いタクシーで1時間行ったところにティアンギスがあるのかと思ったら、私が迷い込んだこのメルカドがティアンギスでしたね。ということで、この広大なメルカドを、はい、楽しみたいと思います。人によってここはティアンギスじゃないぜとかいろいろありますけどね。まあいいでしょう。いやなんかね、ここの職人さんたち、ここのお店の方々が食事する場所に迷い込んじゃいましたね。こういう予定ではなかったんですけど、まあいいでしょう、これもね。もうね、働く人たちの飯ですよこれは。うん、塩気が強い。めっちゃ薄いシソジュースみたいな、そういう感じです。さて、調子に乗ってチキンのスープを注文しました。向かいにね、座ってたおじさんが飲んでるのが美味しそうだったんで、ご覧ください。これはね、コリアンダーをかなり入れてるので、ちょっとね、タイとか東南アジアの料理に近いですね、味が。あーでも、鶏の出汁が効いてる。凄まじい熱気。いやもう生きてますね、メルカドがすごい。いやもうね、多分サービスでめちゃくちゃ大盛りにしてくれたんで、吐きそうなぐらいお腹いっぱいですね。さっきの内容で300円いかないぐらいなんですよ、多分。ありえない。しかも多分これまたサービスでポヨ、あのチキンをめっちゃでっかい塊入れてくれたんですよ。多分ね、鮮度がすごい高いから歯ごたえがすごかったですね。昔韓国で、鳥を締めた、鶏を締めたやつ食べましたけど、それと同じぐらいの肉の硬さでしたもんね。とにかく素晴らしい。
チャリブレを見に来ましたけれども、あのめちゃくちゃ何もないところのなんだろう、スタジアムみたいなとこかと思ったら、なんかもう地元の特設会場みたいなとこですね。はい、オラ。これはすごいな。いや、ついにね、あのメキシコシティで見れなかったルチャリブレをついに見ますよ。しかもおそらく VIP とか多分すごいいい人たちが座るエリアのど真ん中、一個だけ一席だけ空いてたんですよ、69が。そこをね、あのいただきました。200ペソですね、1200円ですか。うん、リングサイドで。いや、メキシコシティのような派手さはないですけどね、この地元感のある、いや、これはすごいね。なんかもう空き地に勝手に作ったみたいな感じですよね。はあ、超楽しみやな。いや、まだね、1時間結構早く来すぎちゃって1時間半前なんですよ。なのでまずはね、食事をとって、はい、また来たいと思います。